前年の優勝、和歌山県から優勝カブトが大会副会長に返還されます。レプリカが授与されます。続きまして、優勝旗が和歌山県から毎日新聞社に返還されます。レプリカが授与されます。開会の挨拶、大会副会長、全日本剣道連盟福本修二副会長兼専務理事が挨拶を申し上げます。第64回全日本都道府県対抗剣道優勝大会がここエディオンアリーナ大阪で開催されることを心からお祝いを申し上げたいと思います。さて、皆さんもご承知の通り、4月の16日に九州地方、特に熊本県、大分県を通して地震災害が起こりました。この天災というものはなかなか小さい 人の力によって云々はできない、非常に厳しいその試練だと思います。そういう中でこの災害を受けられました熊本県、大分県の皆様方に対し心からお見舞いを申し上げたいと思います。またお亡くなりになられた方に対して心からお悔やみを申し上げたいと思います。まだ東日本で起きました東北地方におきます災害の復旧もまだままなる中で、こういうようなものが引き続き行われたということを我々といたしましては非常に心苦しいことがございます。しかしこの中でこの大会が催されるということ、これもアテネにおきましてはこういう方々に対しての心強いサイトなり、そして希望を持ち、そして意欲を持ってこれに対応する、その一つの大きな証ではないかなと、それぞれに感じております。皆様方が本日、しっかりと素晴らしい剣道をご披露し、そして各県の代表として、立派に戦われることを心から記念を申し上げたいと思います。それが本日お集まりいただいております観客の皆様方、応援なさってくださいます皆様方に対して希望と勇気と、そしてまた大きなその期待を持って剣道に振り回されるんじゃないかな、また剣道の素晴らしさを知っていただけると、このように思います。そしてこの皆様方の試合、そしてその成果が必ずやこの主催なさいました皆様方に対しての心の支えとなり、そして癒しになってくれればそんな素晴らしいことはないと、このように思っております。特に第57回から先方高校生、地方大学生という、まさに各県における県道の幅広い中での大きな戦い、県の大会としてこれが催されております。各県を代表する選手諸君はその自負と、そしてその県の素晴らしさというもの、その県の県風というものをしっかりと出していただきまして、素晴らしい県道をご披露いただければありがたいと、このように思っております。ぜひ皆さん方のご健闘をこれから記念申し上げたいと思います。またご講演いただきました各官庁の皆様方に対して心から御礼を申し上げると同時に、この
の仕官をしていただきました大阪府剣道連盟の皆様方に対し心から御礼を申し上げたいと思います。なお私ども共催しております毎日新聞社もこの大会を心からその応援していただいております。ぜひ皆さんの素晴らしい剣道をそのここでご披露いただくことを記念いたしまして挨拶に返させていただきます。本日一日皆さん方の素晴らしい剣道をぜひご披露いただきまして立派な大会になること